高松の宮記念杯男子第66回、女子第59回全日本学生ハンドボール選手権、女子決勝大体第26から24つくば大、8日、函館アリーナ、大体大が接戦を制して10大会連続11度目の優勝を果たした。2018年に6連覇を達成して以来、インカレでは男女を通じた最長連覇記録を更新した。次は12月24日から岩手。 花巻市で行われる第75回日本選手権女子の部での初優勝を目指す。2021年秋から女子日本代表織姫ジャパンの監督を兼任する楠本茂雄監督は4年生を中心にまとまりのあるチームで最後まで諦めずに粘り強く戦えたことが勝利につながったと思う。日本選手権来年のインカレに向け新しいスタートとして一日一人取り組んでいきたいと振り返った。 また、藤井愛子首相、4年、は、今までやってきたことをすべて出し切って、最後は楽しもう、という気持ちだった。新チームにはハンドボールという競技を楽しみながら、11連覇に向け頑張っていってほしい、と喜びを語った。楠本監督率いる、織姫ジャパン、は、8月の五輪予選、広島、では決勝で韓国に1点差で敗れ五輪切符を逃したが、9月のアジア大会。 中国、広州では同大学の卒業生11人、現役生の石川空3年、ラナを連ねたメンバーで男女を通じてアジア大会史上初の金メダルを獲得している。